ブラジル金閣寺地図ブラジル金閣寺は、ブラジルのサンパウロ州、イタペセリカダセーラにある施設。日本の京都市にある六音寺のシャリデンのレプリカであり、納骨堂として使われている。本校では隣接する、総統州の寺院に円行寺についても触れる。金閣寺は池に臨む、金閣寺内部サンパウロ市中心街から南西に約40キロメートル、離れた。 アーレドステンプロス国立観光公園内に立つ。ブラジル金閣寺は1974年に建築された納骨堂である。外観は京都の金閣を模しているが、鉄筋コンクリート製であり、外装は塗装である。敷地面積は4万2000平方メートルで、川をせき止めて作った人工の池がある。金閣寺の内部には、 ロッカー式の納骨団が設置されており、約5000家族の遺体が安置されている。金閣寺そのものは僧侶の属する寺院ではないため、納め廃法要を行ってきた僧侶によって、隣接地に円鉱寺が建てられた。ただし金閣寺と円鉱寺とは別組織で、現在金閣寺は地元の霊園経営企業の所有である。土葬が一般的なブラジルで納骨堂経営は、 利益が薄いとされ、長らく経営難が言われ続けており、たびたび売却話が浮上している。金閣寺は観光地としての性格も持ち、入場料は貴重な財源の一つである。ブラジルの金閣寺として注目を集めた春行当時は観光客が月に2000人を超えたこともあるという。2000年前後までは団体で外国から訪問する観光客もあり、 月に250人ほどが訪問していたが、米国同時多発テロ事件などの影響で、月に100人ほどに落ち込んだ。敷地内にある日本式の墓地ブラジルはカトリックが優勢であるために、土葬が一般的であるが、1970年頃に日系社会で火葬の導入が提唱され、1976年に南米発の火葬場がサンパウロ市内に完成した。 ブラジル金閣寺はアメリカ人男性アロンゾ・バイン・シャトゥキの発意によって建てられた。シャトゥキは仏教徒ではなかったが約15年間日本で暮らした経験があった。仮想場が作られると納骨のための施設が必要になると考えたシャトゥキは総統州南米別院物神事に協力を要請するとともに日本の金閣寺と同じような建物を作りたいとして 市から土地を購入した。イタペセリカが選ばれたのは地形が京都に似ているからという。建築に当たったのは日系ブラジル人の宮大工ですべてブラジルの材料を用いて約8年をかけて完成させた。1976年に完工したとされるが納骨堂はまだすべてが完成していないとも言う。計画としては屋内、屋外に 計六千四百の納骨室を設けるという、金閣寺の経営は創設以来長らく社キが行ってきた。土地を確保した社キは納骨室の販売にあたるセールスマンを多く雇い、その販売収益を金閣寺の建設費に充てた。納骨室はブラジルの通常の墓の半額で購入できたため、経済的に余裕がない移民も先属用の場を持つことができることとなった。 金閣寺そのものは仏教寺院ではないため、法寺は大畑天章ら僧侶の手によって行われた。2001年には隣接地に縁光寺が建立され、大畑が住職となった。金閣寺は観光地としての整備も行い、2004年にはドラマのロケ地となって観光客を集めるなどした。一方で、西木鯉が不良少年によって、しばしば盗まれるなどの被害も受けた。 2000年代後半に90歳を超える高齢となったシャトゥキはアメリカに帰国。納骨堂経営が軌道に乗らなかったためか借金を抱えた状態であった。金閣寺は地元の霊園運営会社の手に委ねられることとなったが、シャトゥキの共同経営者を名乗る人物と金銭線をめぐって数年間の混乱もあったようである。円鉱寺円鉱寺は2001年に 金閣寺の隣接地に建てられた総当州の寺院である。初代住職となった大畑天章は静岡県八重洲市に生まれ、1936年にブラジルに渡った人物である。第二次世界大戦後は、肥料会社の社員として定年まで勤め上げたが、地方の得意先回りをする中で奥地では今日を、 挙げられる人物がいないことを知ったことなどから40代の頃に仏教に関心を持ち、仏神寺と懇意になって僧侶となった。社ケが提案した金閣寺の建設にも協力し、建設後は納め廃法用など仏寺を行ってきた。もともの納骨堂として建設された金閣寺内には法寺のためのスペースが十分になかった。これを残念に思った大畑は、 1991年に隣接地で寺院建設に着工2001年に完成した。建設費用は大畑の退職金のほか日系社会から寄せられた城剤大畑が日本で修行した窓か通り自住職からの寄付が充てられた。円光寺は金閣寺の保管的機能を果たすほか非日系人も含めて善に関心を持つ人の道場として利用されている。 日系人も世代交代によって物式の供養をしなくなったため違反や仏壇が持ち込まれることもあるという縁行時に関するカテゴリーありがとうございます。